はい、お疲れ様です。編集者のみなみです。先ほどポンさんから、喧嘩最強の元役ザ大ちゃんと、元ヤクザでくとっぱらのお金持ちたけちゃんと、ポンさんのお知り合いの社長と、今日4人で話をしているのですが、まだ終わりそうにないので、申し訳ありませんが今日の、YouTube はお休みしますと、連絡がありました。 今日の朝4時に大阪を出発して、そのまま自身の会社へ行き、溜まっていた書類の整理をして、昼過ぎに大ちゃんと竹ちゃんと会って、知り合いの社長を紹介する前に、軽くミーティングをして、2時から知り合いの社長の会社で、今なお会議中らしいです。ちなみに大阪にいる、デリカシーのない男、まっちゃんと、直樹さんですが、 一旦ポンさんと一緒に東京に帰ってきたようです。でも今日のポンさんたちの話が終われば、そのまま大阪に戻る予定みたいです。直樹さんの兄弟分の人と一緒に仕事をしていた人と明日会う約束になっているみたいです。詳しくは明日のどうでもいいプライベートの話で喋るとポンさんが言っていました。 そういう理由で本日の YouTube は申し訳ありませんがお休みします。じゃあ。